どうもプロボラナスターです。今日はですね、ついに決勝戦となりましたね、ハイパーロックとヘイローバーンが勝ち上がっておりますので、こちらの2つ投げ比べしてどっちが強いのかちょっとね争ってみたいなと思います。投げてる感触は点数的にはねハイパーロックがまあ出そうですけども、まだちょっと分かりません。そして私はもう続けての撮影ですので、ちょっと息切れしてますけども、これに負けずにねちょっと頑張っていきたいなと思います。で、前回までねもう完全に笹田版仕様でしたけども、今回は旧ロゴをつけてみました。こちらも奥さんの手作りです。売ってませんけどもねはい、それではね早速1ゲーム投げてみたいなと思います。ぜひご覧ください。どうぞ。はい、それではですね、1ゲーム投げていきたいなと思います。はい、ハイパーサッサからねちょっといきたいなと思います。このボールね、1ゲーム目になんと290点が出ましたからね、はい、すごくいい感じのイメージなんですけども、あれからレーンが変わってるでしょうからね、ちょっとどうなるか分かりませんけどもね、だいぶ外投げれる感じなんですよね。ちょっとだけ中入っておきましょうか。はい、じゃあ行きます。どう？うわー、ハイパーサッサすごいな。なんかもう気持ちいいもんね、こうラインがすごい見えやすいね。やっぱ皆さんデュアルロックのやっぱピンダウン、これ開けた方がいいですよ。はい、続いてヘローバーン行きたいなと思います。ヘローバーンね、だいぶちょっと中からヘローバーンを投げなあかんような感じになってますね。ハイパーロックね、まあカバーちょっと光らしてるんですけどもね、もともと光ってるんですけど、3位ちょっとポリッシュを当ててるんですけど、それにしても行き足が気持ちいいな。ピンダウンにしてはね、収まりもいいしね。行きます。どう？ちゃんと出せたよ。あー、嘘ー、まさかの7番か。はい、ちょっと私のボールがしょぼかったかな。やっぱこう出足からこう見てもちょっとハイパーロック、これに投票された方やっぱ圧倒的に多くなっちゃってるんじゃないかな。これね、1ゲームあれやったもんな。じゃあまあ取れたでしょう。まあ最後までねまだ分かんないですよ。なんかレーン変化もすごい感じてきてるんでね、どうなるでしょうか。はい、それにしてもですよ、それにしても、うん、それにしてもハイパーロックのイメージが良すぎる。もう手前の走りといい、先での収まりといい、ピンアクションといい、なんかこうこのレーンにはぴったり大手万年。はい、滑りましたよね。はい、それが僕の大阪人の血です。どう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 、あー来ちゃった、あー来ちゃった来ちゃった来ちゃった、ラック楽だね、楽だね、すごい楽やね。はい、まあまあまだ分かんない、それではまだ分かんない。うん、こう収まり方がいいね。ロックっていうボールはやっぱすごいね。はい、皆さんデュアルロックまだありますからね。はい、ぜひ検討お願いします。シャ、はい、ヘイローバーン軽く合わせていきましょう。どう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 、あちょっとねちょっと出しすぎかな、出すイメージで投げてますけどちょっと出しすぎかな。もうちょっとさすがに縦目に投げなあかんかな。下手やな、下手それだけ。どう、大丈夫でしょう。よし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 、オッケー、よかったよかった。これ取れへんかったらちょっとね勝負決まっちゃいますからね。はい、スーパーロック次、うん、ちょっとライン変えていこう。ラインを変えないと、このねヘイローバーンでは行かない手前をすごい行くような感じがするんですよ、ハイパーロックは ね、 ね、ヘイローバーンもでもねヘイロースターというボールが発売されましたんでね、私やったらピンダウンで開けるな。はい、行きましょう。はい、どうどうどう、おー惜しい。これでまだちょっとわからなくなった。ハイパーロックよくよく考えたらもうストライクこれで13個続いたんですよね。これはこのボールが1位になるのではないでしょうか、わかりませんけど、えいけ、
よしよしよし、ベース取れました。さあ、浅田バーン、こっからの反撃を期待してください。もう頑張るのは僕ですけどね。はい、頑張るのは僕。どういうこと？よくわからなくなってきた。はい、はい、笹田バーンがバーンと行きますよ。頑張ります。どうしようかな。うん、よっしゃ、ここちょっとさっきよりも縦めにイメージして投げよう。はい、どう、うん、来た。さっきまでやっぱちょっと出しすぎてる感がありましたのでね、ちょっとこう縦にしました。はい、なんすかね、出しすぎて、まあ、出すっていうかね、さっきまでちょっとこうね、絞り気味なイメージでは投げてて、ちょっと打ちミスばっかりしてたので、まあちゃんと外のドライまで当てて出そうというイメージで投げてたんですけど、まあ、ちょっと不安定な感じがしましたんでね、ラインを調整しました。はい、頑張りましょう。スイッパーさっさ。あー、ちょっと打ちやけど、あー、打ちやけど、効いたけどダメでした。9番ピン、これでまだ分かんない。これでまだ分からんよ。笹田バーンにも目が出てきた。よっしゃ、イエイ。本当でもこのボールピンダウンしてから良くなったな。すごいイメージがいいな。はい、バーン、笹田バーン、バンバンバン、頑張ります。ちょっと息上がってきましたけども頑張ります。よし、はい、呪いのシャミーでしっかりと拭いて、どうでしょうか。うん、ちょっと縦目ですよ、縦目ね。またフッキングの位置分かってるよね。はい、あそこだよ、ミスらないでね。お、いいんじゃない。あー、来た。 OK。はい、これでちょっとバーンにも夢が出てきました。うん、これでマークス一緒、ピン差。はい、どうなっていくことやら、ちょっと分かりませんけども。はい、ヒッパーさっさ、さっさ、さっさ、さっさと行け。行ってきます。何言ってるんだ。はい、行きます。あー、手前動く。おー、それでもストライク。手前が不安定になってきたね。え、今むっちゃ手前動きましたよね。ビクーンって動きましたよね。それでも収まる感じ、これが素晴らしい。はい、ハイパーロックがなんかでもちょっと一番ね、スピードは出してる感で投げてますね。自分でもそう感じますけどね。実際メーター見てもね、25キロとか24キロ後半とかですよね。そういう体感をすごい体で感じてるんでしょうね。はい、じゃあヘローバーンいきます。ほら、腹筋があそこだよ、ミスってダメね。あ、ちょっと出すぎた。おー、飛んだ。すごいピンアクション、すごいピンアクションだけど、これで、はい、笹田バーンがリードしました。リード、どうでしょう。こっから皆さんハイパーロックが勝つと思ってたんじゃないですか。ちょっとね、確かにハイパーロックなんか投げてても優勢な感じはしますけど、まだヘイローバーン分かんないですよ。よし、頑張ろう。どうだ、ちょっと打ち入るべきなんかな、やっぱりね、さっきの見てるとね。はい、ちょっと打ち入りましょう、ハイパーロック。どう、あー、打ち入って、内田さん、技術の問題です。今のは技術の問題。あー、打ち入って内田さん、かぶっちゃった。いや、かぶり田さんでした今のはね。はい、ちゃんとスペア取りましょう。大丈夫でしょう。おー、危なかった。よし、はい、スピードバクった。71.2キロ。
なんかツイッターとか見てたらね、たまにね、私スイープスピードに700何十キロ出たことあるどんだけ速いねんとかって思う、ね、どんなバグ、どんなスピードメーターのバグ、これ面白いですよね、逆にね。はい、ぜひそういうの撮れたらね、私のツイートになんかアップしといてください。リツイートします。はい、よし、立石ここやね。はい、クッキング間違えてダメよ。はい、 OK。 あー、これもいい感じや。あー、どう、はい、ヘイローバーンが、まさかのヘイローバーンがやっぱり来ちゃう。ユウ来ちゃう、来ちゃうの。あなたいい子だね、本当に。ヘイローストア皆さん買ってピンダウンで開けてください、よろしくお願いしますはい、よっしゃ、ハイパーロック行きます。手前が薄く感じ始めたので、ちょっとさすがに手前抜き足困っておりますけども、どう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 やった、まだわかんない、まだわかんないね。よし、まあちょっとラインのイメージできたよ。はいね、こう投げててね、こうたまにこう集中がね途切れてしまってね、しっかりと投げるところをイメージしきれずに投げてしまうときはまだ私の中であるんですよね。そういうとこはちょっと反省していかなければならないところですね。よし、ヘイローバーン行きましょう。ミスっちゃダメよ、腹筋がここね。お、いいんじゃない、いいんじゃない。あー、天品、いよいよ天品か。でもフッキングの場所は全部いけてます、イメージの中でね。マノもちょっと惜しかった、うん、マノはでも残るべくして残った天品やね。天品残るには理由ありますからね、皆さんね。 OK、 取れた、よし、これでもまだ勝負がわからなくなってきた。どうだ、ヘイローバーン頑張れ、ハイパーロックも頑張れ、ササダ頑張れ私が一番頑張らなあかんねん、でもこれね、これ企画はね、どうですか、個人的には面白かったなと思うんですけど、体力やばいもうどうしようかな、これあとほんのちょっと入っとこう。今のも厚めやったもんね、さっきもね。はい、行きます、よし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 、うわっ、きた、ハイパーロックの逆襲、ハイパーロックの逆襲来ました。よし、ササダバーン、あなたの出番ですよ、ササダバーン頑張って。よし、いや、8ブレワンマーク差、もう大接戦になってきた、ほんまに。腹筋がここね、間違えてダメよ、やればできるからね。おー、いった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 、おい、ああやってこうちゃんと最後までね、集中切らさずにイメージできたらね、問題ないんですよ、すぐ途中で集中切れるから、そういうとこですよ、あなた悪いのはね。よし、ハイパーサッサ頑張りましょう。ふう、うん、脱位置ちょっとだけ入ってたな、さっきね、忘れそうやった今ね、よっけよ、どう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 、あー、7番7番7番、今ちょっとまた打ちっちゃった。お、よっしゃ、 OK、 よーし、ヘイローバーン、とどめだ、あなたはとどめを刺す番ですよ、分かってますか。これ来なかったらあなたまだ本当決まったわけじゃないですからね、安心しちゃダメですよ、金学校見せてダメよ、やればできるからね。お、いた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 、おー、来たー、笹田バーン、やっぱりやっぱ笹田バーン来た。でもこれパンチアウトしてね、最後割れてしまったらね、ハイパーサッサの
大逆転ですからね。はい、最後までお見逃しないようによろしくお願いします。はい、でもなかなか全部ある程度はいいペース出ましたね。ちょっと嫉妬もいっぱいありましたけどね。はい、この辺お許しください。よし、はい、いきますよ。あー、これいい。あー、これ良かった。はい、投球者の問題ですね。本当にね、嫉妬してますけど、今のはもうフッキングのね、自分のイメージしてるフッキングのところに行きました。はい、あー、また打ちった。あー、終わっちゃった、終わっちゃった。あー、終わっちゃった。これでも笹田バーンの勝利です。勝利が確定いたしました。あー、ミスちゃった。すいません、ハイパーロックファンの皆様。よいしょ。はい、でもなんか途中からね、すごいこう、やっぱ手前が枯れ始めてからハイパーロック、ちょっとやっぱりこうオイルが枯れ始めて、こうちょっと投げにくくなってきちゃったかな。イエローバーンのが途中から投げやすくなっちゃったかな。うん、なんかそんな感じはいたします、私の中でね。はい、投球者の問題ですけども、すいません。はい、はい、腹筋がこうね、間違えてダメよ。ああ、いい感じや。ああ、天品か。天品。いや、でもいい感じですね。あそこら辺のラインがすごく投げやすくなってきました。やっぱりこうね、まあ、こうミスってるっていうのも、やっぱりね、やっぱ投げやすさ、投げにくさがやっぱあるんですよ。ちょっとハイパーロック投げてるときは、こう、手前の、でのブレがちょっとね、あの私の中で気になり始めて、でそれを意識して投げてたら、すごいこう投球も荒れてきました。 OK、 だからね、皆さんもこう投球、こう投げやすいラインボールやっぱり選択して投げることはすごく大事でしょうからね。はい、参考にしてください。よっしゃ。はい、それじゃあ笹田バーン最後の一投、しっかりストライクで締めたいなと思います。よっしゃ、笹田バーン頑張ったね、あなたね。いい子いい子、これからも大事にするからね。はい、いきます。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。また天品、また天品でしたけど。はい、ということでね、スコアは、ハイパーサッサ217点、笹田バーン233点ということで、見事笹田バーンの優勝ということになりました。2連勝ふー、やっぱりね、私の中でこう投げやすさというものをすごくやっぱり感じるんですよね。手前の転がり、そして、このピン当たり、まあ、それもね、いずれもすごくこうなんていうかね、安心感を与えてくれるような感じで、すごく投げやすいんですよね。はい、で、今回ね、ヘイロースター、ヘイロースターというボールがね、発売されておりますけども、ヘイローバーンがパールで、そちらはハイブリッドということで、ヘイロースター開けられる方はね、ピンダウンとかもね、試していただけると、いいかもしれませんね。今ちょっとね、いろいろ難しい問題がありまして、なかなかボーリングはね、できない状況ですけども、またボーリングがね、できるようになりましたら、このような動画を参考にしていただいて、皆さん楽しんでいただけたらと思いますので、その際はぜひよろしくお願いいたします。まあ頑張ってね、乗り切れるように皆さん、健康に気をつけて、日々の生活を過ごしてください。よろしくお願いします。はい、それでは今回も良ければ高評価お願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ。